平野紫耀と、神宮寺う太の未来はファンを胸躍らせる、とべ、タッキー社長の辛抱遠慮。こんにちは、みなさん。ジャーナリストの〇〇です。今回は、元キングプリンスへのメンバーである平野紫耀さんと、神宮寺う太さんについて、新しい事務所、とべ、への移籍後の活動について、考察してみたいと思います。彼らの未来に対するファンの心配や、 戸部タレントたちの動向について、タッキー社長の辛抱遠慮に迫ります。平野志耀さんと神宮寺勇太さんは、今年の3月に滝沢秀明氏が設立した新事務所、戸部に移籍してから約1ヶ月が経過しました。しかし、2人はまだ公の場に姿を見せず、テレビ出演もないことから、ファンたちの間で心配の声が上がっています。 一方で、元キングプリンスメンバーで事務所に残留したメンバーたちは、CD リリースやファンミーティング、テレビ出演などで露出を増やし、活動していると報じられています。この対照的な状況から、ファンたちの間では、平野紫耀と神宮寺ゆ太は、介い殺し状態なのではないか、という懸念が広がっているようです。しかし、業界関係者によると、 タッキー社長が何か大きな仕掛けを計画しているとの見方もあります。滝沢氏が飛べ、所属タレントたちの一斉発表を行ったのは7月2日でありこれまで沈黙を保っている理由もわかりません。しかし、その背後には紅白やジャニーズカウントダウンコンサートに対抗するための戦略が隠されている可能性があります。 タッキー社長の辛抱遠慮によって平野潮と神宮寺裕太がどのような新たなステージで輝くのか多くのファンたちが楽しみにしています。彼らがジャニーズから独立して新たな物語を描く時がいよいよ近づいていることでしょう。 芸能リポーターの川内の子氏も、タッキー社長の仕掛けに興味津々であるとコメントしており、ファンたちも熱心に彼らの動向を見守っています。平野紫洋と神宮寺勇太の未来に対する不安や期待が、ファンたちの心を揺れ動かしています。新しい事務所、戸べへの遺跡からまだ日が浅く、タッキー社長の仕掛けが明らかになっていない現状ではありますが、 彼らの活躍を待ち望むファンたちにとっては、ますます注目が集まることは間違いありません。タレントとしての平野紫耀と神宮寺勇太の新たな一歩がいよいよ踏み出される時が近づいていることを考えると、ファンの期待は高まるばかりです。タッキー社長の辛抱遠慮によって、彼らがどのような魅力的な活動を見せてくれるのか、ますます目が離せません。今後の、飛べ。 からの発表に、私たちジャーナリストも注目し続けます。平野市洋と神宮寺ゆ太の未来が輝く瞬間は、きっと多くの人々の心を捉えることでしょう。どんな新たな物語が描かれるのか、その幕開けを心待ちにしていると言えるでしょう。